すげえ、1分かかんねえ。40秒ぐらい。金の麺の味噌味ですね。さあ、ドボンドボン。これポケトーチ、やっぱりこれに限りますね。煮卵とチャーシューですね。いや、いい感じですね。半熟煮卵、いいね。半熟煮卵。切った方がいいかな、これ。まあいいや。それとチャーシューの切り落とし。まあね、こんな山の中でやってますので、寂しいから豪快に全部入れちゃいましょう。何枚なんだろう。12枚まで数えたんだよな。うわ、早い。水は150ミリリットルですね。150、コーヒー1杯分。うわ、もう沸いた。お分かりの通り、すでに35秒の時には沸いておりましたね。ですね、150ミリリットルが35秒。すげえ。これに関してはすごいですね。買ってよかったと思いますね。うめえ。しかしね、すごいな。効率いいと、今までね、実体験で一番正直言ってですね、効率いいなと思ったのは、正直ジェットボイルなんですよ。それね、去年の話ですね。日内ヶ岳登った時にね、隣のグループがそれでお湯沸かしててね、日内の山頂っていうのは2400ちょいぐらいあるんですけど、ほんと真水からですね、2分かからずにですね、沸かしちゃった。まあ条件が非常に良く、風もなかったんだけどね、わあいいなと思って、どうしようかなと思った時にね、まあこれイーター今年買ったんですけど、すごくいいですね。やっぱりこの形状のバーナーもそうなんだけど、やっぱこのヒートエクスチェンジャーっていうのかな、うん、これの熱効率ってのはやっぱ噂以上ですね。あとね、意外にいいなと思ったのはこの透明の蓋です。中の状態が確認できるってすごく、今までのやっぱアウトドアのクッカーってそういう発想ないんで、蓋してた方が当然だからお湯の沸きっていうのは早いわけで、ただ蓋しとくと中見えないからってこう外しとくんですけど、そうすると本末転倒でね、脇が遅くなっちゃうと。透明のやつあればいいなと思ってたのが、まあ実質、まあこれ使ってるとですね、非常にいいと思います。あとね、意外といいのはね、この赤い部分ってね、ゴム、シリコンか。
すごい手にしっくりくるんですよ。ここら辺ツルツルでね、滑っちゃうんだけど、これ赤い部分だけすごいグリップがいいのね。落とすようなことないと思う。山じゃね、落としてベタってこう土がついちゃって一番嫌なんで、まあそういうのを防いでるような気がします。これはいいですね。